茨城県道311号笠間停車場線、笠間市笠間あざ、稲荷町茨城県道311号笠間停車場線は、茨城県笠間市内を通る県道で、東日本旅客鉄道水戸線笠間駅と接続するための道路である。JR 笠間駅と国道355号を南北に結ぶ一般県道である。 笠間市笠間浅いなり町内で完結する短い路線で笠間駅の玄関口となる道路である。1959年10月14日、新たな県道として笠間市笠間町の笠間停車場を起点とし、二級国道前橋、水戸線交点を終点とする区間を本路線とする県道笠間停車場線として茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号311となり、現在に至る。笠間駅前のロータリーから北に、まっすぐ伸びる2車線の道路で、まっすぐ進めば、国道355号に変わり国道50号まで、通じる街路である都市計画道路笠間停車場、寺崎線の一部区間に相当する。道路の特徴として、両側歩道が、石のブロック舗装。 路側帯に至っては、笠間市の特産である、三影石で舗装されるといった、凝った舗装仕様となっており、街路樹も植えられて美観が行き届いている。笠間盆地の平坦な地形で、笠間駅前の住宅街の中に道路がある。福院、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの、普通貨物自動車が通行できない区間。ABCDE。 茨城県道路現況調書平成26年4月1日現在、茨城県法、第1087号対象12年4月16日、茨城県国時代194号より、県道路線認定茨城県法、号外10月14日より道路の区域決定。茨城県法、号外10月14日より、道路の区域変更、道路の共用開始、茨城県法、 第6058号、P5。県道の路線名及び、整理番号の変更。茨城県法、第637号、ピアニッシモ、82。車両制限令の規定に基づく道路の指定。茨城県法、第1241号、ピアニッシモ、10から14。都市計画事業の施行者の名称等。茨城県法、第740号、P10。 ありがとうございます。